こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、5月の末です。もうすぐ6月になります。こんな5月末から6月にかけて着物を着るときにどんなことに気をつけなくてはいけないのかということについてお伝えをしたいと思います。そうなんです、今日は1日外はずっと雨です。日本各地で梅雨入りをしました。ですから寒いのか暑いのかちょっとわからないっていうような状態なんですね。外に出るときは以前から申し上げているように雨ごうとを着て、そして雨草履を履いて大きな傘を差して、そして着物の裾を必ず上げてくださいということで対策はできますよね。ですがこの着物をどういうふうに着たらいいの、何を着たらいいのということについてお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。5月末から6月にかけては以前よりも温暖化が進んでいますから、以前よりもかなり暖かいなっています。それから梅雨が早く来るようになりましたね。こんな時にお着物を着るとしたらどうすればいいのかということです。5月は合わせの着物、6月は一重の着物、裏がつかないお着物です。そして夏になると7月8月は生花といいまして、お着物が夏用のお着物に変わります。裏地はつきませんというふうに5月6月7月は毎月合わせだったり一重だったり夏物だったりというふうに変化するんですね。日本の国は北海道から本州、九州、沖縄までとても長いので、地域によって暑さ寒さの状況はかなり違ってくると思います。ですが寒い季節の裏がついた合わせから一重の着物になって夏物に変わるというこの変化は同じですので、その時にどういうふうに何に気をつけたらいいのかということを今日この動画の中でお伝えをいたします。この動画を最後までご覧いただきますと、どんなお着物を選んでどんなコーディネートに気をつけて過ごすと快適なのか、そしてそれらしく見えるのかっていうことが分かっていただけると思います。それらしく見えるのかというのは、季節に合うから自分が快適であるということと、それからお会いする方に対して自然な感じ、季節に合ってる感じ、違和感がないという状況になると思います。それでは何に気をつけたら良いのでしょうか。一番大きい問題は暑さですね。5月、6月、7月と暑さに向かっていきますから、それに応じて着物を変えていく必要があります。暑ければ涼しくすればいいのっていうだけではなくて、他にいろんな問題が出てくるんですね。5月のコーディネートについて動画を出させていただいておりますので、そちらもご覧くださいませ。その動画の中で素材と色と柄が変化しますよというふうにお伝えしましたね。素材は光沢があるものではなくて光沢があまりないもの、それからすっきりした涼しげな素材とか、それから一重用の生地もありますということをお伝えしましたし、柄は複雑感がだんだん減っていく、柄数を減らしてくださいねと申し上げました。それから色も白が映えますというふうにお伝えしましたし、薄い綺麗な色が映えますよっていうふうにお伝えしましたね。となりますと、今日私が着ているようなお着物はちょっと違うかな、違うかな、これ光沢感ちょっとありますし濃い色なんですね。あったかそうな色ですよね。でもこれ夏大島なんです。そんな方結構いらっしゃるんじゃないですか。大島紬は柄が多い、それからちょっと込み入った感じがするっていうもの多いですね。これは全面的にこのようになっておりますので、特に何かの柄が入っているということではなくて、横にちょっと銀の糸のような糸が入っているんですね。ですから光沢感もありますし、ちょっと複雑な感じもしますよね。ですが夏用に作られているの、はい、こんなお着物をお持ちの方、そしてそういう色が好きな方いらっしゃいますよね。濃い色は夏っぽくありませんよって申し上げたんですけど、でも濃い色が似合うとか、洗
先生をなさってる方とか、かっこよく見せたいという方、そういう雰囲気がお似合いの方は濃い色のお着物が多いですよね。そうするとどうしたらいいのっていうことになりますね。まずですね、自分の快適さということから考えますと、合わせと一重と夏物をうまく取り入れていく必要があります。そうすることが自分が涼しく着ることができますし、季節に合うということで相手の方、見てくださる方々に対しても季節に合ってるわねということになると思うんですね。温暖化が早まっていますので、5月は合わせと言ってももう多くの方が合わせを着てない方が多いのではないでしょうか。裏がつかない一重を早めにお召しくださっていいと思います。5月の段階でそうなさった方が身の安全を感じることもあると思います。それから6月になりましたら、当然一重で裏がつかないお着物なんですけれども、裏がつかないだけではなくて、表地が一重用に作られているものなどは涼やかなんですね。生地が肌触りが良くて涼しく感じるんですね。ですから塩沢ですとかお召しも適していますよね。それから紬の中にもそのようなものがありますので、一重に向いたサラサラしたとか洋流のようなものとか縮みのようなものは一重に向いていますね。というふうに生地を一重用のものをもう積極的にどんどん6月は着てください。なんなら5月に着てくださっても大丈夫です。私も着ていました。それから7月になってくると夏物ですけれども、7月1日からきっぱりと夏物に変えなくてももっと早取りをしていいと思います。暑ければ6月の中旬から夏物着てくださってもいいと思いますよ。夏物というのは透け感があるんですね。そして夏の素材です。いかにも夏らしいというものになりますね。問題はですね、帯はどうするの、帯締め帯揚げどうするの、半襟は、長襦袢はっていう、この組み合わせの問題の時にちょっと迷うんですね。あれ、どうしたらいいのかしら。6月に夏物を着てもいいんですね。じゃあ6月に夏物の着物を着たら、帯も夏物で、帯締めも帯揚げも夏物かしら。じゃあ襟は塩勢ではなくて炉の半襟にするのかしら、とかって思ったりすることがありますよね。はい、ここが一番重要なポイントなんです。このような部分ですね。例えば着物が夏だったら帯も他のものも全部夏用なのか、それから着物が一重だったら他のものは全部一重なのか、それから着物が合わせだったら他のものは全部合わせなのか、というここが一番ポイントのところです。この辺に関してはですね、徐々にいろいろ変えてくださって結構なんですね。これは季節や日差しや気温や状況に合わせてご自身の判断でいろいろ変えてくださって結構です。いろいろ変えていいって言われたら一番困るのよねって思われるかもしれませんね。私の今日の状況をお伝えしましょう。このお着物は夏大島ですが透けてない、それから涼しく見えない、本当に涼しいわけではないので、ですから一重に着ています。あんまり透けないので、もう5月でも4月でも暑い時は着ちゃっていいかなと思います。買った時は夏用だと思って買ったので夏にしか着れないかしらと思っていましたが、実際に羽織ってみると、これ一重でもいいわねって思うんですね。こんなお着物皆様きっと結構持ってらっしゃると思うんですね。ですから皆様がお持ちの夏の着物というのを一重に着ても大丈夫かしらという観点で一回ちょっと点検してみてください。つまり透け感があまりない、夏っぽくないものは一重にどんどん着ても大丈夫、丸なんですね。ですから一重にどんどん着ちゃってください。それから帯に関してもそうです。これは夏の名古屋帯ですよって言われたものが本当に夏だけ、つまり7月8月だけしか着ることができないのかという観点で見て、あんまり夏っぽくなければ、つまり透け感がそんなになくって夏してない、涼しげでないものは一重でどんどん締めて大丈夫ですよ。私のこの
帯は一重夏用の帯なんですね。ですから夏大島とか一重の着物の時によく締めます。色が濃いですけれどもサラッとした生地なんですね。つまりあったかみがある生地質ではないので一重に向いていると思います。合わせの時には締めないんですよね。一重に活躍します。逆に7月8月になると本当に暑いのでこの帯だと暑いなと思います。昔は夏の帯だと思ったので締めてたんですけど今は夏にはしません。一重しかしません。そんな帯があればぜひお早めに締めちゃってください。この辺は地域によって寒暖の差が本当にあると思うので皆様のご事情に合わせていろいろ締めてくださっていいと思います。例えばこれが夏の着物だけれども一重っぽいわねっていうことなのでここに塩瀬の白い帯を締めていらっしゃってもいいと思うんですね。それが季節感に合っていると思ったらそれでもいいと思いますよ。その時に帯締めと帯揚げどうするのっていうことになりますよね。この辺が自己裁量皆様の判断に任せられる部分なんですね。どういうふうに変えていくかと言いますと着物が薄くなって帯が薄くなってくると帯締め帯揚げも冬っぽいものは合わないんですね。合わないです。ですが私のこの帯締めは冬っぽくないですよね。ですから夏にも使いますし冬にも使います。これ一年中使いますね。緑と茶色です。そして今日はまだ5月ですし一重夏の帯揚げってやっぱり薄いので今日はまだそんな薄いものしなくていいなと思って合わせの帯揚げを締めています。今日私の帯締めと帯揚げは合わせ用を使っています。着物と帯は一重夏用一重夏用です。このようになっていますね。こういう時もあるしもっと気温が低い時は6月でも合わせのものを着ることがあるかもしれません。もっと寒ければでその時はスルンとしてあんまりあったかくないもの裏はついているけれども爽やかさが感じられるような合わせの着物それにもしかしたら一重のこの帯するかもしれませんね。そして帯締め帯揚げだけは夏物を使うかもしれませんというふうにこの辺って結構バラバラで持ってきて大丈夫ですよ。着物が夏だから帯揚げは絶対夏用とは限りません。皆様がおかしくないかしらっていうものでしたらそれでいいと思います。じゃあおかしいかおかしくないかの判断が難しいんですよね。これはもう場数を踏むしかないんですね。いろいろやってみてください。で今日の私の場合はですね着物が濃い色ですね。それから帯が濃い色になりました。濃い色と濃い色で暗いので明るい色を入れたい。だけどこの帯締めってちょっと色が弱いんですよね。黄緑の色分量が少ないので色が弱いとなると帯揚げを主役にするコーディネートになったんですね。一重夏の帯揚げって結構薄いんですね。例えばこんなのがありますけども 色がちょっと暗かったりとか生地が薄かったりするのでそれよりはこの色の方が合うということでこの色にいたしました。色ってとても重要ですね。このようにしてコーディネートなさってください。皆様の場合もこの色が必要だから合わせの帯揚げを選びましたっていうことが出ていらっしゃると思います。復習いたします。5月末から6月にかけてのコーディネートの注意点それは暑さに向かう時なので日の状況ですね。その日の暑さや湿度の関係それから日差しの関係によって一重か合わせかあるいは夏物かというのを、まあ、ご自分の判断で持ってらっしゃるお着物の中から選んで身につけていいと思うんですね。そしてコーディネートは着物が夏物だから帯を夏物にしなくてはいけないということはありません。夏物と合わせのものというのがまだ6月は共存するということがあるかもしれませんしもしかしたらどちらかが夏物ということがあるかもしれません。ただ生地質とか雰囲気がかなり違うものだったらおかしいですよ。おかしいのでそこは気をつけてください。着物がいかにも夏物帯がいかにも冬のあったかそうなものだったら合わないですね。合う素材感のものを持ってきてください。そして帯締め帯揚げは
まだ夏になっていないので7月になっていませんから、6月は一重夏用でも合わせ用でもいいです。特に帯締めに関しては夏用の帯締めの生産量が少ないので、この色を使いたい、この色が欲しいっていうのがなかなかなかったりするんですね。です、それから昔は夏用の帯締めって作られていなかったようで、ずっと合わせのものを使っていたようですから、皆様がお持ちの合わせの帯締めを夏に使ってくださっても結構だと思います。でも帯揚げは一重夏用があります。それをなさった方が涼しく見えます。ですが5月6月はまだ合わせでも夏用でもどちらでも結構なので、全体感とか季節感や状況に合わせて選んでください。ということは、この着姿全体が全部一重用になっていなかったり、全部合わせ用になっていなかったりするんですね。バラバラになるんです。これは夏用、これは一重用、これは合わせ用とかっていう風になるんですが、それで OK なので、素敵なコーディネートを作り上げてくださいね。5月末から6月のコーディネートを頑張って楽しんでください。ご質問があればコメント欄からお寄せください。またお会いいたしましょう。